これ終わります。本当だ、いい感じに、すごい。そう。まあちょっと時間ないんでね、なんとなくですけど、少し入ってるんですよね。はい。ということです。ありがとうございます。はい、こんにちは、札幌占い美容室早山菓子の後藤です。今回は結構切るんですよね、長さ。なんか子供っぽくなっちゃうのが嫌だということだったので、ちょっと前下がり気味の肩ぐらいの長さの、ボブよりはちょっと長いぐらいにする感じで大丈夫ですね。はい。はい、で、ダメージが、中にブリーチが、過去のブリーチがあってダメージがあるので、そこはちょっとトリートメントしながら、まあ普通通りピールメッシュをやろうかなと思ってて、結構暗く、ちょっとだけ暗くしたいっていうことなので、少し暗くなる配合でトリートメントカラーにしたいと思います。という感じで、でちょっと時間が、僕のちょっと営業のせいでちょっと遅くなってしまったので、1時間半ぐらいですかね、で行こうかなと思います。はい。これ分け目ってどっちなんですか？よくわかんないんですよね。どこなんですかね、適当に。なんかこっちの方がいい感じしますけど、流れてるのはこっちだもんね。確かにこっちの方がいい感じですよね。なんとなく。でもこっちだと前髪が、これどっちでも流れるんですか？いや、どうなんだろう。こっち流れるかな。乾かすときにこう乾かしたら流れるかな。皆さん、この場合はちょっと一回濡らします。ちょっと時短で1時間半で行きたかったんで、まあ、ウェットでもできるので一回ちょっと濡らします。はい、今ウェットにして、パートがこっち分けれることが分かったので、こっち側にしていきたいと思います。でちょっと前下がりのラインでカットするので、ちょっとドライしようと思ったんですけど、まあ、ドライしてる時間がもうないので、1時間半だともうこのまま行くしかないので、このまま行きます。イヤートゥーからカットするんですけど、バックは後で切ります。ハサミはショーバルタンを使って、行きたいと思います。で、これバックを後ろにやっとくことによって、ちょっとすいませんね、バックをこう後ろにしとくことによって、まあ切った時の雰囲気が分かりやすいので、これをね、前にこうやっちゃうとちょっとボブっぽい感じのカットしたときに長さが分かりづらいので、まずちょっと後ろを置いときます。この辺がいいかな。さっきの感じで見ると結構切ってもらって大丈夫ですか？大丈夫です。はい、これ今真横に引き出してるんですけど、ちょっと時間内で細かくはちょっとできないんで、皆さん見て覚えてください。そのままのラインでカットするんですけど、これも全部僕はイングラを意識してるので、こんな感じでこのストレート生かして、これだとかけてもちょっとかっこよくなるっていう感じですね。はい。バックの長さが決まったので、もう一回ちょっと確認してもらって、決まったら、サイドはあまり軽くしない方がいいって言ってたんですけど、確かにあんまり奥まで入れない方がいいです、サイドは。重さが必要なので、あんまりね、大阪から来てくれたんで。結構ストレート綺麗なんで、あんまりそぎ入れなくていいのかなと思って、毛先だけにしようかなと思ってます。で、前髪をちょっと切りたいなと思うんですけど、なんかバックもうちょい切った方がかっこいいのかな。いや、いいか。で、こういう時にいや、バックもうちょい行きたいなって思うんですよね。ちょっとなんかもうちょっと行った方がかっこいいのかなとかって思った場合は行きます。はい、このぐらいの方がラインが横から見たときに僕はいいと思ってるんで、これに合わせます。で、さっきまあ中ちょっと取ったんで、もう取らなくていいかなと思うんで、まあ、あとドライカットとかでもう時間的にもうカットこれ終わってないと間に合わないので、前髪をちょっとやります。 R2 セニングで切ります。切るって言っても、ちょっとなぞるぐらいなんで、多分ね、モデルさんちょっと長めの方が多分似合うと思うんで、前髪あんまり極端に攻めないで、で、R2 セニングの良さって、もうバツバツって例えば切ったとしても絶対変にならないんですよ。っていうぐらい R2 は使えます。ボケてくれるんで、このカットラインが。例えば今結構適当に切ってそうですけど、絶対変にならないんで。だから、そぎで使うんじゃなくて、ラインで使う感じですね。
はい、これで今ちょっとこの前髪切ったんですけど、このぐらいでいいかなと思います。はい、でより、まあこれドライでやった方がいいんですけど、今日は時間ないのでウェットで入っちゃうんですけど、小顔バングっていうのがあって、もっとここを締めた方があのデザイン性が上がるのかなと思ってて、この辺をキュッて、このちょっと頬が高いんで、ここの部分をちょっと少しキュッと締めていこうかなと思ってるんですけど、どういう風にかするかっていうと、この T3 セニングがあった方が絶対いいです。あのこれ両刃なんで、あのラインが出づらいんですよね。 10% 以下なので、はい、でこれをこういう風に取って、まずですね、新しいムササビトリートメントなんですけど、新しいムササビのトリートメントこちらにありますね。でこれムササビ汁って呼んでるんですけど、5倍水とムササビの新しいタンニンが入ってるムササビなんですけど、5倍で、ちょっと溶いたものです。で、まあ、できればお湯の方が良くて、その方が結果が出やすい。で毛先がちょっとダメージがあるので、ちょっとそこを質感を向上させながらカラーをしていこうかなっていう、カラーした後に、まあ、なんか質感がやるよりも上がったなっていう感じにしていきたいので、カラーのカップにこれ作ってもらって、このまま染み込ませるというか、こう漬け込んじゃいます。でスプレーヤーでこれ5倍塗布するとちょっとあの粘土が硬くなったりとか詰まりやすくなるんで、まあ、こういうふうに漬け込んだ方が楽なんで、僕はそうしてますね。で、これ縮毛矯正の時とか、あと多少減力しちゃうんですけど、あのファーマーデジタルパーマーとかめちゃくちゃ良くて、本当かかり終わった後すごい質感上がるんで、あのすごいおすすめです。でこのような感じに、やっていきます。まあ、アプリケーターに入れてシャンプー台の方につけても全然大丈夫なんですけど、まあ、こんな感じでちょっとつけて、毛先の方は、ちょっと多めにですねつけてって、あと根元の方に伸ばしていくっていうような感じです。で根元の方はあんまりやると、あの新しい毛のとこにやるとなんか反応悪くなるので、僕毛先以外はちょっと濃度変えてて、毛先以外のところはもうスプレーのムササビウォーターで、対応します。まあ根元からすごい傷んでる場合は全体につけるんですけど、毛先だけちょっとダメージがあるので、そこをあのムササビ汁つけて、あとはウォーターで対応していきますね。そういう時は、でちょっとコーミングしてあげて、これだけでもあの本当質感ガラッと上がってきて、でちょっとこう揉み込んであげるといいですね。はい、で毛先またちょっと、ここに溜まってるので、毛先の先の方ですね、ちょっと今またムササビつけてるんですけど、はい、これでちょっとさらに、毛先のダメージをちょっと取っていきたいと思います。過去のブリーチのところだったりとか、そういうところをきれいに、毛圧の状態が良くなるようにですね、ちょっとこれで濃いムササビ汁をつけてやります。はい、これはつけたんでカラー入ります。ちょっと時間が、ね、ないので、このままカラー入っていきます。でまず根元以外全部塗っちゃっていいです。今日のカラー剤何かっていうと、いつもと一緒で、で今回まあ、最近 30% とか入れるんですけど、かなり質感はこれで上がると思いますね。多分通常のカラーだと思ってきたお客さんだとすごい質感が上がるんで、結構継続するんで、また今日来たお客さんは1ヶ月前にやったんですけど、カラーの質感がすごいっていうことでちょっと驚いてましたね。はい、このような感じで、まあ、全体に、まあ、これもざっとなんですけど、まず塗ります。そしたら、残液に対して、で、根元のところを2センチから3センチ塗っていきます。はい、これがスチームのタオルです。これでよっとタイムをちょっと縮めていきたいと思います。ということで、これで放置して流すだけですね。はい、今シャンプー終わって、これから乾かして、ドライカットだと、まあ、若干ピールメッシュをちょっとやろうかなと思います。で、ヘナジェルと
あ、ヘナジェルとヘナウォーターがあのリニューアルになりまして、ちょっとあのさらにこの3回目なんですけども、ちょっとサラサラ成分をちょっと入れて、使いやすくちょっとリニューアルしました。はい、ヘナウォーターつけたんでヘナジェルをつけていきます。これでちょっと乾かしたいと思います。で、髪がかなりあの張り越し今出てる状態なので、結構髪質変わったかなと思います。アルツセニングで、まあ、バングちょっと出たとこ切っちゃいます。テールで、中の毛を引っ張り出して、イングラをイメージしながらバングを切ります。で、もしじゃあバングを、軽くする場合は、ちょっと出たとこ切っちゃったんですけど、簡単に切れます。で、一番簡単なのは、まあこれ時間ない時にやる方法なんですけど、別に手抜くとかじゃなくて簡単に切れるので、 T3 セニング、この両バーセニングですね、これを、ちょっと前上がりになってしまうんですよね、モデルさんの。なんていうの、サイドのこの生えてるとことバックが違いすぎるので、そこはちょっと気をつけた方が、最初からあのベーシックでしっかりこうがっちり切っててもいいんですけど、実際どの長さにしたいかっていうのはやってみないと分かんないので、また切り直ししないとダメなんですよね。最初からこうきっちりこう中を短く切っていく方法でカットしてってもいいんですけど、また切り直すとなったらまた同じ工程やらないとダメになっちゃうので、はい、どうしてもちょっとこういうあの方法が必要になります。ダイバルタン使って、中の方をちょっと取ります。ダイバルで中を削りますね。これコンケープの方のハサミでちょっと削ってるんですけど、でこの辺前にはめやすかったら後ろに、矯正したしながら入れていくと、矯正もできるん でこれ横にしちゃうと、横に跳ねちゃうので縦で入れてます。やっぱりなんかこうスニングでバーって遠い取った感じよりも、なんか重さがある方が髪質とモデルさんに似合うと思うんで、ちょっと重さを残したくて、だけど軽いみたいな質感の方がなんか似合うのかなって僕勝手に思ってるんですけど、まあ、反対のサイドを、縦で引き出して、であのバックの方を見ていただくと分かるんですけど、結構このフィルメッシュ入った質感のところがちょっとまあ艶感あって見えるかなと思います。ああ、本当だ、いい感じに、すごい。そう、まあ、ちょっと時間ないんでね、なんとなくですけど少し入ってるんですよね、はい、ということですありがとうございます。